ではただいまよりトーゴロータリークラブ高田原公式ホームのハイブリッド例会を開催いたします。会長、検証をお願いいたします。例会を始めます。はい、ありがとうございます。では続きまして本日のロータリーソングです。本日のロータリーソングは講師の理想です。そのリーダーは牛井会員です。では起立をお願いします。まだ共有しておりますね。続きまして本日のゲストをご紹介させていただきます。 RI 2587地区ガバナー吉岡博忠さん、はい、はい、よろしくお願いします。ガバナー随行者で公式訪問担当の下村ドリオ様、はい、はい、よろしくお願いします。佐藤光雄様、はい、光雄3名でございます。続きまして、会長挨拶です。次会長、会長の挨拶をよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。RI 2680地区ガバナー吉岡様、ガバナー随行者の下村様、佐藤様、本日は兵庫ロータリー E クラブ公式訪問のためにお時間を用意していただきまして、どうもありがとうございます。今回私は職場の都合で公式訪問の方に足を運べず申し訳ございませんでした。第5波が落ち着き、10月28日現在、コロナ新規感染者は兵庫県で20名となりました。今は日常生活に徐々に戻っていっている印象を受けております。ちょうど第5波がピークの9月、今年度兵庫ロータリー E クラブで初めて地区補助金事業を行いましたが、本来対面で行う予定をしておりましたが、8月の20日に兵庫県へ緊急事態宣言が発令され、対面講習会から Zoom のみの講演会に急遽変更の検討を迫られました。あと開催まで2週間と迫る中、兵庫ロータリー E クラブ会員の力を集結し、開催することができましたのは大変嬉しく思います。臨機応変に対応する企画力と行動力が備わっていないと中止の選択を得ざるを得なかったと思います。急な企画と対応に迫られ、
報告書作成はギリギリでしたので、我々を支えてくださったガバナー事務所の皆様には大変ご迷惑をかけたと思います。しかし、新しいことにチャレンジしていくということは素晴らしいことだと感じました。多少の失敗はしながらも、これからも挑戦していけるクラブであり続けたいと思っております。最後にコロナについて皆様にお伝えしておきたいことがございます。コロナウイルスは飛沫感染、接触感染ではありますが、飛沫で飛んだウイルスはしばらく空気中にいているようです。換気の良いところで密にならないようにした方がいいと言われております。そして今週の会長の時間でも少しお話をいたしましたが、コロナウイルスは感染して症状が出現するまでに3日前から人にうつし、症状が出る前日に感染力が一番強いピークになります。まだまだ油断大敵です。歴史的に見ても収束しなかった感染症はないので、もうしばらく我慢をして、また皆様とお会いできることを願っております。ご清聴どうもありがとうございました。次会長ありがとうございました。続きまして、勘定報告です。12月4日、5日、ロータリー研修デーがございます。皆さん、会員のメンバーには、ご案内済みですが、各該当委員の方は出席の段取りと、出欠報告をお願いいたします。場所は、ポートピアホテルでございます。次、11月29日に、月曜日ですね、Zoom形式での例会を、クラブで実施いたします。今回、同じく我々と同じ阪神第三地区の、サンダーロータリークラブより、熊田のみでやられました、スーキーさんが、ご挨拶にご参加、されるということで、ございます。ぜひ皆さん出席をよろしくお願いいたします。以上、勘定報告でございました。続きまして、本日の出席報告です。本日はガバナー公式本部に際し、会数19名のうち、現在12名の出席でございます。なお、遅れて参加されているメンバーも、いるかもわかりませんので、いるかもわかりませんけど、12名ということで出席となっております。続きまして、委員会報告です。今回は、他の委員会から報告はありませんが、ニコニコ動画のご報告をいたします。本日、ご紹介がガバナーより、多額のご報酬をいただいております。はい、ご参加ありがとうございます。続きまして、それでは、各話の方に移りしていただきたいと思います。ただいまより、吉岡ガバナーより、動画を紹介します。よろしくお願いします。どうも皆様こんにちは、こんばんはですね。改めまして、ガバナーの吉岡でございます。よろしくお願いいたします。先ほど会長さん、幹事さんと懇談会をさせていただきまして、これから のロータリー、特に、2680地区の進むべき方向について若干のお話をさせていただきます。まだまだ時間が足りなくて全てがお伝えできなかったんですけども、重要な点だけは次年度以降も引き継いでいただくためのお話を申し上げました。今日懐かしいお顔も拝見できましたし、風先生は名前だけしか見れないんで大変残念なんですが、吉井さんのまたこの頃再々いろんな場面でお会いする機会があります。ありがたいと思っております。吉井さん、次年度ガバナー補佐ということで、Eクラブから初めて、かつ
同じ坂上さんのグループでありますし、いろんな意味で一番中心になってやっていただくということになり期待しております。吉井さん自身は私の娘のママ友でありまして昔から私自身は最近だったんですけど、娘は随分昔から、仲良くしていただいている次第であります。で今日はお話の本題の前に少しご紹介と、ロータリーの参考になる書籍をお持ちさせていただきました。伊丹クラブのパスガバナーで深川純一さんっていう方が、おられまして、2017年に入院されて2019年に、ご逝去されたんですけど、その方の、純ちゃんのコーナーって言いまして、伊丹クラブの会員向けに、例会出席のために3分から5分の、ロータリー情報を提供していただいております。でそれの20年分をここに集めたものがこの本でございます。もう一冊あります。これにつきましては、伊丹クラブが毎年年2回、全国のロータリアンを対象に、勉強会をしております。全国ですから大体1回200名ぐらい、主にパスガバナーを中心に集まっていただいて勉強会をしてたんですけども、その時の、原稿、これが、10年分ございます。これを合本にして今日会長さんにお届けするということで、全てのクラブに、鎮定させていただいているということでございます。これにつきましては、特に会長さん幹事さんが、ロータリークラブを運営するときに、その基礎となるロータリーの基礎知識、それからロータリーの基本理念であるとか、特に理論的なこと、これが満載されております。いろんな場面で今何をするべきかとか、これからどうしたらいいんだというようなことが載っておりますので、例会で、会長さん幹事さん、それから次年度かわなおさん吉さんもぜひ呼んでいただければ、すごく心強いバックボーンができると思いますので、ぜひお願いいたします。実はこれを贈呈する会長さんにちょっと贈呈できないんで、幹事さんに、代理を渡しさせていただきたいと思うんですけども、実はこれ、構成に4年近くかかりましたね。それもロータリアンがやったもんですから、ものすごくコストがかかって、大変な労力がたんですけど、時間給の高いロータリアンを使ったものでものすごくコストがかかってしまって、でそれを、ちゃんと渡したっていう証拠写真を持って帰らないと、伊丹クラブに私自身が帰れなくなってしまいますんで、今から幹事さんに贈呈させていただきたいと思います。はい、証拠写真、はい、チーズ、こっち行きます。はい。
とうございます。ということで安心して痛みクラブへ帰ることができる。で、実は深川パスガバナは2017年に入院されてということだったんですけども、その時に、入院される直前に痛みクラブの週報に投稿された言葉があります。でそれをご紹介申し上げて、先ほどピンクの講演集ということで、ピンク、濃いのと薄いのと2種類、これ桜色っていうふうに解釈していただいて、こういうような形を取らせていただいたんですけど、それに言われがありまして、先ほど申しましたように2017年、病院へ行かれる直前に週報に投稿された言葉があります。それをご紹介申し上げますと、花は散るから美しい、七日で散るから潔い、バンダの桜になればクソ、人は死ぬから美しい、美しくて潔いという言葉。これは深川パスガバナのオリジナルの言葉ではなくて、一般によく使われる言葉なんですけども、霊界には出れない、家にも帰れないという覚悟の入院だったものですから、こういう言葉を残されていかれました。でそこから桜色をとってこのような表層をさせていただいたということであります。でちょっと深川パスガバナの思い出話を一つだけさせていただきたいんですけど、入院中、後半の1年間、毎年手帳を新しくしたときに、ご自身の座右の銘を、書き写されてたんですけども、もう最後の1年は、ご自身でペンを持つこともできないですし、ほとんど闇の世界で、闇の世界である、もう身動きもほとんどできない状態でだったんですけども、一応ホワイトボードで筆談で、自分の座右の銘を新しい手帳に移してくれというお願いがありまして、で私移させていただいたんですけど、その時初めてパスガバナの座右の銘を知ることができました。誰も知らなかったんですけど、ちょっと年配の方はよくご存知かも分かりませんけども、五省って言います。五つの顧みる反省の省、これが、昔の海軍兵学校の校長がその生徒に一日の反省を求める言葉として、行動の学に掲げてある言葉なんですね。ちょっとこれをご紹介申し上げます。なぜこのようなことをご紹介申し上げるかと言いますと、闇の世界の中に生きておられる方が、毎日毎日自分を反省する、5つの言葉で反省するという、この気力の持ちようというのは、私自身その深川パスガバナはロータリーの師匠として、ロータリーの理論とか理念を教えてもらうための師匠だと思ってたんですけど、これだったから本当に、人生、自分自身の人生の生死、まさにその先生だという気がいたしました。決して私自身そう、もちろん尊敬はしておりましたけども、自分自身の人格形成をここまでしていただいた、かつ深川
阿蘇ヶ浦の人格の素晴らしさというのがよく現れた言葉であろうと思います。ご紹介しました。ちょっと今福山先生の顔が見えたんですけど、おそらく、ライラなんかでも引用、この言葉は引用されてないと思うんですね。いろんな意味でリーダーを育てるときに、深川パスガオナーはいろんな形で リーダー論を言われますけど、ご自身の座右の銘はおそらくこれもう一般的すぎてもう分かってるだろうというようなことで、ご紹介されなかったんだろうと思います。ご紹介申し上げますと、まず一つは姿勢にもとるなかりしか、一日誠を尽くしたかどうか、それから二つ目、原稿に恥ずるなかりしか、一日の行い言ったことが恥ずることはなかったかどうか、三つ目が気力に欠くるなかりしか、寝たきりの方が気力を振り絞って自ら考える考えを巡らすというすごい、それから努力に恨みなかりしか、努力をしたかどうか、それから最後が武将にわたるなかりしかという言葉になります。これを五省と言いまして、これを毎日一日の反省の言葉として、闇の世界の中であってもこれを大事にされたということがわかります。本当に私自身頭が下がる思いであります。ということで、あまり時間はあと5分ぐらいですね、ということであります。そういうようなことで、私自身このパスガバナの思い出の話だけで時間が終わってしまいそうなんですけど、最後もう一つですね、特にE クラブの皆様方に聞いていただきたかったのは、私1990年伊丹クラブに入会いたしました。伊丹クラブは、発足当初から創立当初からガラパゴスとか化石とか言われておりましてね、非常にこう、結構ロータリーの理念を追求する人材が多かった。で、特に深川パスガウナーは日本の指導者でもありましたし、そういうフィルターを通して伊丹クラブを、周りが見るもんですから、やはりガラパゴスみたいな。で、なおかつ2680地区自体がその理論、ロータリーの理論の地区としての指導的立場がずっと貫いてきたという伝統があります。そういう意味では、歴代のガバナーは、いろんな意味で勉強し研鑽を積んできたんですけど、私はちょっと出来の悪い弟子になってしまったのかなということなんですけども、当時私入会してちょうど31年目になる。で、当時の伊丹クラブは、入会待ちの方が毎年5、6人おられたんですね。で、5、6人おられて、最長の方で5年待たされた。で、5年待た入会待たされて、その方が、なぜそんなに長く待たされるんだろうかということを、あれ長老に聞きました。だから長老は、一言で終わる。行儀が悪いからだ。それ一言だ。で、その方自体を私見てた時に、入会前から知ってたんですけど、すごく大会社の社長でありますし、地域でのリーダーという面では全然申し分ない人だけど、行儀が悪いの一言、これっていうのはすごく大事な、これがその
痛みクラブを形成してきたんだろうと思う。と言いますのは、病気がいいとか悪いとかいうのは、本当に単純な話なんですけどね。自分で病気がいいとか、以上のことを決して言えない。周りから見ていいとか悪いとかの判断。でロータリークラブは入会するときは周りの方が判断しますので、一人でも病気が悪いと思ったら誰も入会は許さないということでありました。まあ、それこれは含めて、ガラパゴスではありますけども、ガラパゴスは進化をいたしますし、化石だって言われてるんですけどね、化石も腐りませんので、永遠に化石として残るんじゃないかなと勝手に思っております。私自身、ガラパゴス化石は誇りに思っておりますし、自分自身、研鑽して、もっと素晴らしいロータリーになりたいと願っております。Eクラブの皆様方には、なぜこのような話したかといいますと、2680地区の伝統としてそういうものがありますよということをご理解いただいて、その中で、Eクラブの皆様方の、先ほどお聞きしましたら、その感染拡大の中でもきっちりと理解の運営されて、もうこれはもう周りのクラブがもう羨ましがってしょうがなかったんですね。それはもうどうやってやっていこうか、その本当に、苦慮してた時に Eクラブさんは粛々と例会を開催され、なおかつ、いい人材に恵まれて、私の見てる限りではきっちりと価値観も共有されて、いろんな意味でいいクラブでありと思っております。これからますます発展いただき、また会員皆様がすでに大きく羽ばたけるようなクラブになっていただきたいと思います。まだまだ申し上げたいこといろいろあったんですけど、限られた時間でありますので、これぐらいにさせていただきます。今日ご清聴ありがとうございました。もう終わりの転生でいいですか？いや、特に、はい、ないです。はい、ありがとうございました。はい、では、本日のプログラム、すべてのプログラムこれで終了いたしました。英語ロータリークラブの公式プログラムを閉会いたします。では、会長、閉会の提唱をお願いいたします。本日の例会を終了いたします。